久保さん、Apple TV 4K、届きました。にしましょうか。Apple TV 4K、これ2021年モデルなんですけど、いいっすね。めちゃくちゃいい。これリモコンも良かったし、もう全部良いいかったかって。<laughs> もう、あの、レビュー動画2本くらい撮ってますんで <laughs>。いや、これね、すごいっすね。まあ、あとプロジェクターが、 今日の夜か明日届くんで、多分まあ、ちょっと今、配送履歴をこう、えー、あの、見て、もうちょっとかな、みたいなね <laughs> もうこれとね、プロジェクター、4K プロジェクターつなげたくてしゃあないんですよ。そう。では久保さん、でね、これ以外にも僕買ってまして、今回ね、まあこのこれも動画もう撮ってるんですけど、新しい再生リストシリーズをね、作ったんですけど、これ。 どこでも卓球ができるっていう、ね。今、そのね、コロナがすごいじゃないですか。去年に比べるとだいぶ出て、その、そ,それでアプローチできるかな。自宅にいながらエクササイズ的な、まあ、いろんな角度から動画撮れるなと思って、これ買いました <laughs>。でも3本ぐらいで終わったんですけど <laughs>、これ、これ良かったですね。これめっちゃ使える。これ1300円ぐらいなんですけど、多分、 1>, 1万円ぐらい稼げますねこれで <laughs> おそらく、うん、そそまあその在宅が増えてやっぱその太る太ってる人もいると思うんでねその太ってる系その自宅エクササイズみたいな気軽にできる楽しくエクササイズみたいな切り口でもできるし、まあ、いろいろちょっと料理できるなっていう <laughs> 多分ねあ この TB4K より料理の仕方がいっぱいあるなっていう、ちょっとトレンドにも乗れそうなんで。うん。そう。なんでまあ、いいんじゃないですか。<laughs> まあだから何やってもね、本当ね、今はね、お金にすることはできるんで、まあそれをやるかやらないかですね。まあ僕はもう、もう本当ね、久保さんもいっぱい動画撮ってるんであれだと思いますけども、まあそのね、再生されない動画でも、なんか0.02円とかね。 0.05円とかつくんですよ。再生されてないやつでも。まあ、そんなバカバカ回ってなくても、まあ、それぐらいの単価はつくんですよ。で、結局それがちりつも、まあ、僕も動画多いですからちりつもになるわけですよ。うん。だからまあ、なんだろうな。その、どんなにお金稼いでも0.02円取りに行くっていうね。<laughs> 1円満たない金でも取りに行くっていうね。<laughs> この根性ですね。 そうまあだまあこれは続けますけどね僕はやっぱお金は降ってこないのでうんでも逆に言うとお金を降らすことはできると少ないですけど <laughs>、うん、僕の再生数だったら本当とビビたる金額なんだけどもまあその0.01円とか0.02円の雨を降らすっていう大量にもう10万本100万本降らしたらまあまあなんとかなるんじゃないかなみたいなそれだけでもね で、あと僕もメインはこれじゃないので、まあこれ経由できて僕の商品に興味持ってもらって買ってくれるっていう人も出てきますから。うん。もちろん僕はこの YouTube の広告収入だけではまあ飯食えないので。99%がまあ商品販売が全てなんで。ただそこの集客にもまあ活用できるんで。うん。まあまあやったもん勝ちかなと思いますけどね、本当に。うん。だからね、ほんとね、 動画めちゃ楽なんですよ。まあ編集するとかそういう概念入れなければ。もう一撮りでね、もうバカバカアップできるんで <laughs>。そう、もうほんとブログ、レビューブログ書くって超大変ですからね。レビューブログ書くって。だって開封シーンを文章にするって、ザザ、ガシャ、シューみたいなね。今、Apple TV 4K の を開封したとか,、ね、なんか文章にすると超大変じゃないですか、これ。ね、もう動画で、ね、こうやっていけばもうすぐわかるんで、うん。まあでもすごいですね、久保さん。この Apple TV もそのやっぱ Apple なんでその、なんかその設定するときにあの iPhone を近づけてくださいみたいな。そして iPhone 近づけたらもう設定が iPhone の設定がこの同期して、ね、終了みたいな。 すげえなみたいな。アップル TV もそんな感じなのかっていうね。まあ AirPods とかもね、こう近づけてピッて開けたらピッてなるじゃないですか。もう連動するじゃないですか。こうすごいっすよ、やっぱ Apple 製品の連動の、この、なんだろうな、その、俊敏さというかね。まああと、まあ本当に操作性というか、早いっすね。なんかこれ2021年モデルは、あの、ちょっとね、あの、CPU がアップグレードしてるんですよ、いろいろと。 うん、でまあリモコンも新しくリニューアルされたんですけどこれいいっすねこれ、うん、こういういい、はい、まあそんな感じでさっきねまああのこのプロジェクターに投影して見てたんですけどいいっすねいやまあ今日はちょっと動画日和ですね <laughs> ずっと動画撮ってますね <laughs> まあネタに尽きないっていうね。まあさすがにちょっと僕今日飯食ってないんで、ちょっと飯食いに行ってきます <laughs>。腹減りましたね。結構もう朝から結構ガンガン取ってるんで。で、洗濯もね、今回、あの、わあのすげえ天気良かったんで、暑い、まあ暑いんですけどあの、洗濯物も結構して、うん、結構朝から稼働してるな。 まあさっき卓球もやって疲れましたね、ちょっと。うん、はい。ということで、えー、まあ到着しましたということ、届きましたというタイトルにしておきましょうか。はい。いってらっしゃい。